つむやん、外装だわ。もうな、タオティー、タイナあり。おい、チンソーゴール。スタートタイムもない。おめえを噛んだもうな。ハオバ。那我问你们，你们有杀害雷夫日本人吗？你先说。那你呢？你是不是在帮乱的时候杀害日本人？老实说。你呢？我没有，我没有杀日本人。我没有杀，是真的。我只是打扰身边的人，只负责守卫而已。収容所入れて記録しとけ。まだ罪がないと決まったわけじゃないんだぞ。警察関係者の本人。家族合わせて百数十名が万人の手にかかりました。こんな重大な犯罪を裁くことができなければ、警察関係者を抑えることができんでしょう。小島巡査の言う通りです。支隊長殿、部下の士気を維持することが最も肝要であるという点では、支隊長殿も私も非常にはっきりしておるはずです。ところが現在、武者は未だに完全には鎮圧されていないという状態だ。君の言いたいことは分かるが、しかし一体誰の命令ですか？ダメだ、ダメだ、一体誰の命令なんですか？どうして戦時捕虜を勝手に処刑することができるんですか？よし、入れてやれ。村田君、あんた今度はどんな件があってここへ？鎌田支隊長、軍人は戦場においてのみ敵を殺すことができます。投降した戦時捕虜を虐殺することはできません。我々日本の軍人には武士道精神がないんですか？支隊長、あなたは国際慣例に従って彼らを戦時捕虜として扱うべきです。勝手に殺してはなりません。おお、そうか。これら万人どもは侍のようだ。バカな、奴らは大変な事件を犯したんだぞ。この罪を許すわけにはいかない。村田、貴様、殺された警官の中に以前働いた同僚の顔が見えなかったのか。小島さん、あんたは復讐心だけを持って彼らに対して、これは恥ずべきことですよ。支隊長殿、台湾は言うまでもなく我が帝国の一部分であります。今回共犯どもがしでかしたのは内乱なんであって戦争なんかじゃない。したがってあいつらは戦時捕虜などではありえず、単なる犯罪者に過ぎのです。それから村田君、あんたのことだがな、あんたが今までやってきた行動の数々を我々がここまで我慢してきたのも全く同じ理屈がそこに働いとるからだ。あいつらをもし敵国分子と認めるならば、その敵国に同情するあんたは反国家分子ということになるじゃないか。どうしてもあんたがあくまでもあいつらを戦時捕虜とみなすがごとき理屈を振り回すんであれば、どうして我々がいつまでもあんたがいろいろ嗅ぎ回るのを放任できるというんだ。そうだろう。よし、いずれにせよ軍の仕事は武者を回復するところまでだ。その他の問題はやはりあんたが処理をすればよい。いいか、一番大事なのはモーナの行方を突き止めることだ。
何を考えてるんだ警視。別に大したことじゃありません。この前モーナとティームーたちと一緒にサラマオ征伐に行った時に考えたことじゃが、もしあいつら二人がやりようた場合一体どうなるのかなと思いまして。ティームーはモーナに勝てんと君はそう思うのかね。もし単純に二人がやりようた場合、間違いなく TMU はモーナに勝つことはできん。だが現在の状況はモーナにとっては不利です。そうだな。わしらが封鎖しとるもんでモーナは糧食や火薬の補給を受けることができん。まさに丘に登ったカッパじゃ。カッパか。にかかって殺された。はっ。現在トンバラの連中は外で騒いでおります。盗木の敵を討つと言っております。どうしてこんなことに。あんたやっぱり先に出て行って外の方を処理してくれんか。はっ。わしとしては新戦略の採用を検討するよう上に口にしようと思う。支隊長殿、新戦略とおっしゃいますと、つまりあの。その通り。科学の力で決着をつけるんだ。冲动，先动我们调整好，后就再说，不然会坏了大事。如果你们头被杀的话，你会不会想要报仇？打嘛的，说话有一点分寸。哼，你们不拍被子没有关系，我们有枪，我们有枪，走，没有，我们有枪，我们准备，我们准备走。
奇襲か。ケムが死んでから評判の遊撃回数が増えている。こんなことではそれはきっとタオダのやつに違いない。いや、タダオなら兵隊たちが顔を知ってる。負傷者からの報告によると今度はタダオじゃないようだ。ひょっとすると、いや、ピホかもしれんな。もういい、誰でも構わん。さっさと始末せい。小島巡査、あんた味方番部隊をあたりにこちらへでいいのか。それにはちょっと時間がかかります。もう時間はない。テムの番社の連中は盗目の敵討ちを従っているじゃないか。しかし隊長、奴らも少々混乱しております。聖奪下の習俗によれば盗目が死ねば喪に服さなくちゃいけないわけで、戦に行くわけにはいかないんです。が、お安心ください。できるだけ早く一刻を争う。この先に訳のわからん習俗をまだうんぬんするのか。いずれにせよわしはもう二度とわしの部隊を損耗させることはできん。入ります。電報です。素晴らしい。ついに司令部が新戦略の採用を決定したぞ。小島巡査、悪いが席を外してくれ。是使用违反国际公法的糜烂性毒气，杀害躲藏在森林里的赛德克勇士。为了掩覆自己的罪行，谎称是无毒的催泪瓦斯。相关电文前都加密，然而抗日勇士惨不忍睹的死状，却是日军无法一手掩盖的。
頃は山の方も随分静かになりました。評判どもも日干しになっちまったのかもしれませんな。どうやらわしらの新戦略が成功したようですな。鎌田隊長、軍は一体どんな武器を使ったんですか。あれはどう見たって普通の死に方じゃない。毒ガスを使ったんじゃないんですか。それは思い違いだ。あれは単なる催涙ガスだ。催涙ガス、そんなバカな、明らかに毒ガスじゃないですか。ちょっと待ってください、まだ話が終わってないんです。はっきり言ってください。こいつを捕まえてけ。勝手に俺とさせた。どうして毒ガスなんか使うんですか。これが我々日本の文明だって言うんですか。看起来是该上路了。班长，老大，听我说，你现在率领年轻的族人离开这里。大马，做你该做的，这地方由我负责来处理。大马。记住，你不要为我们悲伤，悲伤会使你失去勇气。大妈，老大，你走吧。亲爱的大大，我的命比每个党都来长啊！我们又可以一起并肩作战了。嗯。莫兰呢？这一天啊，我看人都党都源头。我应该告诉莫兰。怎么样？莫兰呢？赛德克人坚信祖先是由巨木中诞生的，部落族人选择在大树上吊。
就是希望灵魂能走过哈嘎巫毒，归向巫毒。五色的秋风就在上吊的尸脚下不停地哀号着。我先到哈嘎巫谷去等我们的巴基。能够死在你的枪下，我觉得很安心。我们会在哈嘎巫毒等你。你要向大家都能证明，我们薛大哥的勇士宁愿死亡，也不愿当他们的奴隶。我要跟大家证明，我们薛大哥比他们优秀，比他们强，所以把所有的党都给赶走，这才算胜利啊！我相信你做得到。来，我们喝酒吧。李欧，你要为我祝福啊！去吧，李欧，打扰他们应该没有走远。木兰，我已经跟大刀说过了，没有头目带领的勇士。就像夏令营的引爆一样，很容易迷失方向。但是我会继续作战，只要我还活着，再不想伤去日本兵，就不要想晚上好好睡觉。不要，那我们就在哈嘎巫毒上见吧。你要保重。不能。不能。大妈。从此莫娜的下落成了一个谜，在乌色地区莫娜的形象是如此的巨大，以致没有人相信她会是这样就死的，而日本人始终提心吊胆，唯恐莫娜鲁达，不知道何时她又会出现，不知道何时他又要翻刀出墙。無視から出ていかんと貴様を正式に逮捕することになるぞ。何言ってんだ、あんたたちにそんな権限はないはずだ。何だと。小島君、ちょっと
投稿ビラの効果が上がっとるようだな。投稿ビラのおかげで評判多数が投稿しております、うん、収容所の方がいっぱいのようですが、今一番差し迫っとるのが収容所の安全問題だ。あんた気がついとるか、味方番の連中が虎視眈々と収容所を狙っとる。大方報復の機会を伺っとるんだろう。まるで飢えた狼がひよこの入ったカゴを狙ってるようなもんだ。危険極まりない。初子、いいよ座ってなさい。初子大丈夫かい？家族のみんなも元気にしてた？村田先生、どうして長いこといらっしゃらなかったんですか？軍に拘束されてたんだ。彼らは今俺を武者から追い出そうとしている。先生はしばらくここを離れなきゃならないんだ。だからとりあえずお別れを言いに来た。どうして？一つだけ話しておきたいことがある。山崎たちが話してるのを聞いたんだけど、味方側の連中がこの収容所を狼みたいに狙ってるらしい。仕返しする機会を伺ってるらしいんだ。まさかそんな。見てください、ここにいるのは年寄りと子供と女ばかりですよ。こんな弱いものに仕返しをすると言うのですか？ああ、それがよくわからないんだ。あるいはテムーがモーナに殺されたことと関係があるのかもしれない。まあいずれにしろ用心するに越したことはないからね。わかりました先生。マホンはどうしたの？一人にしてそっとしてやってください。そうか、じゃあそろそろ行くよ。まだ先生、本当にまた会えますか？あ、きっと会えるよ。小島君、近頃は山の方もよっぽど静かになってきとる。評判どももいよいよ弾丸を打ち尽くし、食料も使い果たしたんだろう。ただモーナとタダオだけはいまだに行方がわからんし、ピホも姿をくらましたままだ。これらの強敵を倒さん限り高校の憂いは消えんねえ。入れ。報告します。タダオたちの痕跡を発見しました。おお、食料を探し回った形跡あり、発見されるや素早く逃げ去ったとのことです。よし、わかった。お前先に行っとれ。お、どうやら連中間違いなく飢えとるようです。こうなりゃ片付けるのも楽でしょう。鎌田隊長に行って包囲殲滅の部隊を出したらどうでしょうか？殲滅はいかん。生きたまま捕まえるんだ。タダオは今回事件の首謀者の一人だ。モーナを捕まえるのは極めて困難だろうが、少なくともタダオは生け捕りにして事件の全容解明に役立てんといかん。わかりました。しかしどうやったら生きたまま捕まえることができるか、何かいい手立てはないかな？それじゃあマホンから手をつけちゃどうです？マホンか。マホンを連れてくるように言え。はっ。ハイプソイメギジャタイトファンパン任你江夫跟着做浪，早就该把你也枪毙。警視、こいつに殺すと脅しても無駄ですよ。不意点すればお津田に一心上司。但是你也该为你哥哥搭档想想。
其实大岛还有一条活路，因为山崎决定申请他，这就是他唯一的路。马红，你自杀没死，这不就是你主人的意思吗？马红，大道也是一样啊，我们接到的命令要捕捉他，所以他也命不该死，这就是你们族领的志意啊。马红，带一点食物跟酒寄给你哥哥，他倒一定要红的。
斯蒂塔纳图努穆萨米亚伊米斯蒂塔纳图努阿拉纳姆纳纳知道，你们在山里面一定很辛苦。我带酒，还有吃的东西来了。这是达纳多努叫你带来的吧？马红，你知道，喝过敌人的酒，就表示放弃作战。哥。哥，日本人说他只是想找你谈一谈，他不会杀你的。老红，既然能够再看到你，我已经很满足了。谢谢你送来的绝杯酒。老红，你知道，我不可能向达纳多努投降。知道，我心里很明白，这是我最后一次喝酒。马红，你回去。我告诉你，勇士在死之前，枪里面是不能留下子弹，要不然是个侮辱。等等。我的太太，请你在往祖先的路上不要走太快，我很快会跟你见面。这个留给你做纪念。老红，你要好好保重。就达到与两位勇士在树林中上吊自杀，赛德克人不怕死的气魄让日军十分佩服。马红不久得知母亲与兄弟一家人皆死的消息，痛不欲生，如今只剩下父亲摩拉鲁达的行踪不明。整个雾社事件到此告一段落，抗日六社部落共死亡644人，其中战死354人，自杀290人，投降的有561人，投降者全数关在类似集中营的收留所。Oh,
半个月后，日本军警的镇压行动终于完成，军队开始撤出雾社。虽然碧后跟摩拉都失去了踪影，但是军方把搜捕疑犯的工作留给警察处理。雾社事件震惊了日本政界与国际视听，台湾总督伊西兹卡 Azo 被迫辞职负责，而日本国会的在野党也正式要求改善台湾山区的治理措施。是最令人安慰的事，马红的笑容让我感到既欢慰又心酸。我们相互鼓励，彼此好好的勇敢活下去。当一切都让人以为事件逐渐平息了下来，秋风跟寒冬似乎已经远离了雾社，然而我却不时地感觉到空气中有一股不祥的气息正在流动着。そんな目で見んといてください。奴らだって心の中じゃ心底恐れとるんですよ。評判の遺族から敵討ちされるんじゃないかって。だからあんだけ虚勢を張ってるんですよ。そうかもしれんが、連中の手元には200丁を超える銃が集まっとる。その回収を図らんことには今にとんでもないことになるぞ。こう年して倉庫にいらる。そろそろ連中に逃がした銃を取り戻す頃合いですな。しかし問題は、今無理にそれをやると必ずや暴動を伴う犯行が弱気されるっていうことだ。やつらがおとなしく銃を返却するよう何か手を考えないといけません。あんたトンバラへ戻ったらまず連中と話し合ってみてくれ。わかりました。
承认自己藏有了绑棒，对不对？你要说实话哦。就像我刚刚说的，哥哥要我去通报亲戚那里参加。确定吗？你也要参加哦。亲日藩用枪自重、蠢蠢欲动的问题之外，日本警察也担心反抗藩里有漏网之鱼，于是再一次对收留所里的保护藩进行。